皆さんこんにちは、なるほど天です。今日はですね、アークザラット R で遊んでいきたいと思います。で今日はですね、一章の、最終話だと思うんですけど、こちらにですね、チャレンジしていきたいと思います。シャンテ救出作戦ですね。で、敵レベルが確か29ぐらいだったような気がするんですけど、そうですね、ちょっと私レベル足りてないんですけど、まあ、こちらキャラでですね、能力解放で、コンラートくんですね、今日頑張って覚醒石、ずっと溜め続けてですね、なんと254個もですね溜まってしまいましたので、こちらですね、どんどん解放していきたいと思います。あれ、あ、もう解放終わってるってことですね。覚醒石でこちら9個ですね。おお、これでまた HP がどんどん上がっていくわけですね。で、マークでちゃんとあれしてますよね。剣のマークだと攻撃力ですね。これは MP 最大値アップ。まあ今はまだいらないですかね。ちょっと左行ってみましょう。HP 最大。まあほとんど HP か攻撃力上がるみたいですね。どんどん覚醒石も多く必要みたいです。18個ですね、今。お、魔法陣。なんだろう。相性強化。精霊に対して相性が良い場合。相性効果でダメージ上昇効果。へぇ。じゃあなんかダメージ与えられるってことですね、多く。あ、足りない。あ、アクセサリーなんですね。90個いるんですか。まあ今のところアクセサリー持ってませんので、私、どんどん、おお、すごい、もうヒットポイントがもう1100まで上がってる。いいですね。攻撃力も強くなってきてます。ああ、いける、やった。あ、これすごいですね。おお、物理防御アップだ。450個もいる。今日の私の頑張りでも足りないじゃないですか。半分じゃないですか。でもすごいですね。5、それで5。っていうか、5すごいんですね、上がるのって。私、ホムラちゃん今、鍛えてますんで。カゲロウとかあれですよ。40ずつですからね。覚醒石何千個だっていう話ですよね。じゃあですね、ちょっと、試しにですね、クエスト。一章7幕4話、久しぶりのですね、私クエストを進めていきます。アテナさん、サニアちゃん持っていらっしゃいますけど、ちょっと今回ですね、なるほど、自力で頑張りたいと思いますので、まあ、サニアちゃんサニアちゃんでまた使わせていただいて動画上げたいと思いますので、まあ、ぜひその時、皆さん見に来てください。こちら4分の1ですから、あ、出口まで到達せよ。もしかしてあれですか？敵レベル29ですけど、逃げれば勝てるから、問題なかったよって話ですか？これ確か一人でもいいんですよね。こっちにもいる。ああ、これは到達すればいいんですね。別に見つかったらダメじゃないんですね。前のは見つかったらダメって書いてましたからね。水葉ちゃん一人だけ喋るの。今の形式だったらこうずらずらってなんかラインチックな感じでみんな会話するんかなと思いながらですね、そんなことはないってことですね。こっち向きですかね。もうちょっと怖いので、まあ上から行くしかないですよね。来ないですね。どうしたんでしょうか。まだこっちの存在が知られていないパターンですね。あれですか、もしかしてここのコンテナから少し顔をピョコって出した瞬間にピキーンって言ってからですね、何でしたっけ、あのスネークが出てくる、あ、出てくるとかスネークは主人公で、メタルギアソリッドでしたあんな感じですか。これ何ですか、倒していいんですか。いや、倒せるか分かんないですけど。ピキーンって言ってもゲームオーバーですよね、今。
まあ、こっち向いていきましょう。まあちょっとコンラート君壁役ですね。ものすごいヒットポイントですね。ポコさんの倍ありますね。倍以上ですね。で私メダルギアソリッドも遊んだことないんですけど、まあ、YouTube の動画でですね拝見させていただきましたので、いやー面白そうですね。自分でやってみたいですね。まあ、ただいかんせんですね、なるほどあれですね、昔ゲーム機結構いろいろ持ってたんですけど、今ほぼ処分してしまいましたので、まあ、パソコンがあるのとスマホがあるぐらいで、ゲームはもうほぼスマホでやってますので。あれ敵さん動いてこないですか。撃っちゃいますよ。いやそんな こんだけの距離で気づかないなんて、私の視力よりも視力が悪いんじゃないですか。なんかマネキンが動いてるぐらいですか。ぼやけてわかんないよみたいな。これ敵レベル18ですね。なんか私がクエスト進めてる頃大体18から20ぐらいだったような気がしますんで、まあ別に問題なさそうですね。これでゴールじゃないですか。お、これでおお、一人だけでよかったんですね。なんか前も同じだったような気がしますね。まあ敵が攻めてこないなら何とでもできますね。これでしたらなんかレベル1でも遅れてきましたね、このステージ。では、次ですね。あれ敵レベル18に戻ってる。そんな、騙しだったんですか、レベル29って。私あの敵レベルを見た瞬間にもうクエスト進めるの一旦やめようと思ったんですけど、でここまでですねコンラート君も能力解放するぐらいですね一日費やして頑張ってきたのに。何でしたっけこれ、全滅ですか。ちょっと今見てなかったですね。まあいいです。ちょっとマップ道を見ましょうか。全滅っぽいですね。こう毎回省エネですよね。なんでこんなにマップ広に固まってくれてるんでしょうか、モンスターの方々。まあでも大変ですよね、このマップをわざわざあれですよね、ゲーム会社の方は頑張って夜な夜な作って、やったーやっとマップ完成したよって言ってモンスター配置するのが左下だけでここだけしか使わないのみたいな。じゃあマップもうちょっと小さくてよかったじゃんってブーブーって言いながらですね。ほんとそうですねそしたらもうちょっとあれですね、アグザラタールが早く発売されてたかもしれませんねまあでもあれですよね、また後にここいずれまた同じステージ来た時に、まあものすごいモンスターがたくさんうじゃうじゃいてからマップをフル活用してるかもしれませんので、いやーもうレベル上げもう頑張りましたからね、強いですね。なんかあんまりモンスターも怖くないですね。さあ水葉ちゃんの攻撃もちゃんと200以上いきますね。まあ攻撃力が上がるとヒーラーの方々こうですね回復も増えますので、まあぜひ攻撃アップしていきたいと思います。
おお、よかったよかった。ビクトリー。違った。ウィンでした。一般的なやつでしたね。おお。あと残すは1勝2つ。ああ、素材も集めないといけないですね。あ、そういえば装備も拾いに行かないと。製作所でしたね、確か。やること多いですね。あら、どっちにしろ体、もう行動力10しか残ってないんで、最後いけないですね。どうしましょうか。じゃあ、この辺で一旦、本日終了いたします。よろしければですね、グッドボタンとチャンネル登録をぜひお願いいたします。まあ、次はですね、とうとう1章クリアという長かったですね。何日目でしょう。30日ぐらいかかったんじゃないですかね。あ、そういえば、お、なんかいきなり、あ、10、夜中の10時過ぎたんですね。来ましたね。150個の精霊石。あ、早く1000個たまるといいんですけどね。シルバーウィークも明日までですね。10日目は。あ、まあ、今日夜12時回りましたね。あと実質2日間ありますけど。ではですね、また次回頑張りたいと思いますのでよろしくお願いいたします。それじゃあまたお会いしましょう。